下柳の柳に風。はい、始まりました、柳に風でございます。今日はなんとこう一点、前回もゲストに来ていただきましたが、宮城投手の妹、宮城何ちゃんだったっけ、弥生ちゃん、弥生ちゃんに来ていただきました。お願いします。もう始球式の練習以来かな。はい、そうです。どうやった、始球式何点？80くらい。十分だよ、届いてたしね。届いてたっていうか、投げすぎとったしな。緊張した？緊張しました。しかもあの日雨降ってて、10球くらいしかこの練習できなくて、やばい、肩温まってない、どうしようって思いながらマウンド行ってたので、どうにか届いてくれてよかったです。安心しました。よかったです。お兄ちゃんはどうですか、今年は。今のところ調子良さそうです。思うにステップがもう一段上がったね。球も強くなってるし、制球も本当に乱れないし、素晴らしいピッチャーになったなって。ちょうどラジオで解説してて、はい、オープン戦で右バッター打つのは難しいだろうねって言ってて、いや結局やっぱ左バッターにしか打たれんかったんやけど、あとお兄ちゃんの左バッターのインコースポンポンってつくボールがあれば、ものすごく有効、左バッターに対しては有効になると思うけどね。そこがちょっと少なかったぐらいかな。もう右バッターにはもうまっすぐゴーン行くし、スライダーゴーン入れてるから、右バッターはもうみんなこっち向くしかないからね。でそこでヒャロって抜く球だけ出たから、俺右バッター打たれへんわと思って。案の定右バッターには一切打たれんかったもんね。原口に1本ヒット打たれたぐらいか。インコースに来たら詰まるんですか。詰まるよ、あんだけ速くて、あんだけ角度。お兄ちゃんこう真上から投げるの、ちょっと横気味からこう投げるやんか、だから余計この斜めの角度はめっちゃついてるから、めちゃめちゃ詰まってた右バッター。だからあれで左の方に少しこうシュート回転系統のボールが左のインコースに投げれたら、もうあのスライダーなんかもそれともずめちゃめちゃ遠く感じると思う。だから左バッターバッターは宮城君の対応の時はもう反対側しか待ってないと思うから、まっすぐとスライダーの判断で落ちる球投げられたらなんとかついていくっていう感じやから、向こう側に意識があったら落ちる球も結構バットに引っかかんのよ。でこれがインコースの数がちょっと増えたら、左バッターもちょっとこっちに向いてくるから、落ちる球も有効になるし、逃げる球ももっと有効になるから。それ振り始めるのが遅くなるからですか。いや、早く振らなきゃいけないから、こっちになったら早く振らないと追いつかないから、そしたらこっちに早く振り出すっていうことは判断がもっと前になるやんか。ただ変化球がこの後ろで曲がり出したらより有効になるってこと。パ・リーグはそこ好きやんか。はい。セ・リーグはやっぱりどこを応援してるの。セ・リーグはジャパンに出てた選手を応援する。ジャパンに出てた選手のセ・リーグって言ったとおり、中野さん、中野さんとか、あと山鉄さん、山田哲人さん、あ村上さんとか、 あと巨人の岡本さん、巨人の岡本もなんか今年調子良さそうやしな。あと DeNA じゃない、中日の高橋、ピッチャーね。はい。なるほど。で DeNA の牧とか。牧さん大好きです。あのキャラ本当に好きですね。あの辺が活躍、セ・リーグも面白いことになってくれたらいいけどな。今年はセ・リーグもっと踏み込んでなんか勉強したいなって思ってます。楽しいと思うよ。だから野球の違いが出てくるからね。 DH があるか DH がないかで、ピッチャーが打席に立つか立たんかで全然野球変わるからね。そこがだからパ・リーグの方がやっぱり打力は強いし、バントの違いってどういうところからこう出てくるんですか。まあ下柳がね感じることを言っていい。はい。まずパ・リーグは長所を伸ばす、長所を伸ばす、だから長距離打つ子だったらもう長距離どんどん打てと。でもセ・リーグになったら弱点直すような気がする。だからホームランをガンガン打てる子でも変化球を空振り三振してることは、まずその空振り三振を減らそうっていうのがセ・リーグで、パ・リーグやったら何歩三振してもいいから遠く飛ばせっていうような雰囲気の感じやん。だから DH っていうのが1個あるから守らなくていい選手が1人出てくるんで、はい、だからそれは大きいと思う。だから打撃のレベルがこう上がってくるんやろうし、あの DH だってピッチャーが1人いたら2アウトになってランナー2塁とかになって8番とかだったらもう歩かしりゃいいんだもん。
別にピッチャーで、でもパリーグって絶対それできないからさ、はい、だからピッチャーもだんだん成長するやろうし、バッターもどんどん勝負するから、だんだん個人的力はずっとついて、組織的力はセリーグがこううまくまとまってるかもしれんけど、個人的なスケールの大きさって言ったらやっぱパリーグの方が大きくなるのかなっていう感じはするな。セリーグのピッチャーはやっぱ相手のピッチャーが打席立つじゃないですか、うん、ピッチャーには打たれたくないって気持ち。もうそれはそうやけど、でもインコースにも投げづらいっていうのもあるし、そういうところがあるな。であとピッチャー同士、こいつに打たれたらこ次絶対打ち返したると思ったりはするけどね。でなんかほらよく野球の違いっていう、まあ、佐藤君を例に挙げたら三振のことばっかり言われるやんか。でなんかこう三振しないようなバッティングになってスケールちっちゃくなっていくし、あの4月までの交流戦までのあの佐藤君の三振もするけどバカほど飛ばしとったやん。ああいう魅力的な選手が、まあ、佐藤君のあまりにも言われるから三振気にしたりするようになるし、でなんか1年目より2年目っていうなんかちょっとスケールがちっちゃくなっていったかな。で今年はまた自分なりにアメリカ行って勉強してもう一回立て直そうとして頑張ってやってるからね、今年はホームラン期待できるんじゃないかな。30本は打ってもらわんと30本困るね。だって去年が24だからちょっと伸びたから今年はもっとそれが期待できるかなと思ってる。でプロで4年目ね、で3年間で1年間戦っていくための体力っていうのが去年やっとできたかなっていう。だから1、2年目って8月9月にもうギャーって下がってたんだけど、去年は8月9月でうーって上り調子になれるぐらい体力もついてきたから、今年は最初から最後まで大崩れなく行ってくれたら30本は打つやろね。で大崩れせんやろ、アメリカまで行って動作解析っていう、もう目に見て自分のどこが変わってるかっていうことが分かりやすくなったから、その点で出るからさ、このポイントが全部こうずれたりしたらそれ画面で出てきて見れるから、で修正するのも早くなるから、前ほどスランプが長くなったりはせんのじゃないかなと思ってんだけどね。それは乞うご期待よね、はい、今年の阪神は首位か最下位って言われたんですけど、そのシーンで教えていただいて、去年は岡田さんのやることなすことも全部ハマってうまくいったけど、今年もそれがうまくハマればもうまた優勝するやろうけど、そこがちょっとでも組み違えた時は、岡田さんって口数少ないからさ、そこを上手に説明するっていうことがないからさ、そうなった時の阪神は、まあ、平田さんがいろいろカバーはするやろうけど、噛み合わんかった時は脆いんじゃないかなと思ったりしてるけど、まあ優勝争いはするやろうねっていう気はするんやけどね。弥生ちゃんなりの野球の楽しみ方をこう女性ファンに教えてあげてくれる？え、楽しみ方ですか？弥生ちゃんならでは、女性ならではの見方でもいいしさ。女性だったら多分身長、うん、と身長とかプレースタイルの時の真面目な顔と、うん、その選手とかと絡んでる練習風景とのギャップと、なんか共感してくれる人いるかわかんないですけど、走り方、ああ、なんか盗塁してるの見るとやっぱかっこいいなって思います。なるほど、それわかる。私キャッチャーのあの面を外すあの瞬間も私は好きです。そういう目線で女性ファンの人も見てもだからおすすめはちょっと早めに行って練習から見るのがおすすめなんやな。練習本当に見てほしいですけど、ニットニコなんで選手がちょっとリラックスしてる、あの雰囲気がリラックスしてる状況と、その真剣な眼差しの時のギャップ萌え、はい、本当に本当に落ちます。そうなんや、楽しみ、そういう見方もあるそうです、はい、皆さんぜひいろんな視点を持って野球を楽しんでください。そこでいろんな楽しみ方があると思うので、ぜひ、はい、宮城ちゃんの野球の見方を参考にしてください。それでは、やりちゃん、See you! See you!